下校時刻の5時になりました。教室の戸締まりをして速やかに下校しましょう。最近調子いいみたいだね。大会ももうすぐだし、うちの部のエースとして頑張ってよね。やった、先輩に褒められちゃった。あれあれない。あかね、何やってんの？帰るよ。ごめん、忘れ物したから取りに行ってくる。先帰ってて。どうしよう、なんで手がくっついちゃったの？もうすぐ陸上の大会があるのに。もういい加減落ち着いてよ。落ち着いてなんかいられないよ。さくらちゃんこそこんな時によく作文なんか書けるよね。作文じゃない、小説。もうすぐ芥山賞の応募締め切りなの。だから邪魔しないでくれる？あーはいはい、これだからインドア派のネクラッコは。何よ、あかねちゃんだって走るしか脳がないくせに。ふん。ちょっと引っ張らないでよ。っていうかどこ行くの？トイレ行きたいの。はあ？もう授業始まっちゃうよ。どうしてもっと早く行かないの？ああ、もううるさいな。ああだこうだ言ってる間にちゃちゃと行っちゃった方が早いでしょ。だから引っ張らないでってば。ちょっと、ねえ、小説書くのって楽しい？うん、すっごく楽しい。あかねちゃんは走るの楽しい？うん、走るのってね、グーンってなってヒューンとして足がビューンってなってスーッとするの。ちょっと感覚的すぎ。でもあかねちゃんの話を聞いてると走るのっていいなって思っちゃう。走るのってこんな感じかな。できた。肩の力がスーッと抜けて足が体が走り出す。ツバメのように風を切って飛び立ってしまえるような気さえした。生きている、そう実感できるこの瞬間がすごく心地いい。すごい、そう走るのってこんな感じだよ。さくらちゃんすごい。ねえ、今書いてる章に応募する小説も読ませてね。うん、完成したらね。私もあかねちゃんに読んでもらいたい。さ、じゃあ今度は私の練習にも付き合ってよね。ちょっとあかね、最近あんた部活来てなかったけど明日大会なんだよ、分かってんの？結果残せなかったら責任取りなさいよ。あかねちゃん、練習しよう。ほら、もたもたしないで、次行くよ。ああもう、なんで走れないの？もうすぐだね。
私精一杯頑張るから。やめる。大会に出るのやめる。何言ってんの。だって二人で走るなんて無理だよ。結果なんて残せるわけないじゃん。手だってくっついたままだし。走ってよ。あかねちゃん、走るのが楽しいって、本当に楽しいって私に教えてくれたじゃない。手がくっついちゃってからずっと書いてたの。私が知らなかった走ることの楽しさを茜ちゃんが教えてくれたから書けたの。結果なんて関係ない。走ってよ。茜ちゃんは私の主人公なの。ゴールしてよ。じゃないと私の小説も終われない。さくらちゃん。うん、一緒に頑張ろう。うん。ごめん、やっぱり足引っ張っちゃった。ううん、すっごく楽しかった。さくらちゃんは。私もすっごく楽しかった。やっぱり走るのっていいな。あ、ん、さくらちゃん手が。あかね、何してんの。小説読んでたの。小説？あかねが？珍しいじゃん。そう？でも小説も結構いいもんだよ。あかね、かなこ、練習始めるよ。はーい。